はいどうもポルックでございます。アンダーテイル続きやっていきたいと思います。まだちょっとよくわかりませんが、なんかパズルをクリアしたようなクリアしてないようなよくわかりませんけど、うん、なんかここにいますなんかここにいます。留守番しといてってトリエルに頼まれたんですけど、トリエルっていうのはこいつね。うん、頼まれたんですけど勝手に部屋から出て行っています。さあチーズが目の前にあるな。かなり前から置きっぱなしのようだ。テーブルにくっついて取れない、やばいな。ここも気になるな。あ、チューチュー言う。ネズミの穴って書いてあったもんな。ここに巣穴から出てチーズをかじるかもしれない。うん、なんかここの場所がネズミの穴っていう場所なのね。チューチュー、まあ、なんかネズミがいそうな感じはしますが。なんだお前、これ何？パックマンの敵ですか？パックマンの敵が横たわってるように見える。グーグーグー、なんか寝てる。まだいるの？寝たふりしてるな。そうね、無理やりどかす。あ、そんなこともできんの？どかさないと進めない。じゃあどかすか。はい、まだいるよ。無理やりどかしましょう。はい、あー、ナプスタブルーク、どういう名前なんや。ちょ、なんか思ったより怖い顔なんですけど、ちょっとびっくりしてもた。26、あ、結構やっぱ体力が多いな。攻撃避けれるかな。わ、結構難しいな、避けんの。結構難しい。あ、さすがに食らっちゃったね。ここにいたくないようだ。ここにいたくないならずっとどいてくれればいいのに。元気かどうか知らんけど。何何？いや、全然やる気出ない。あ、そう、攻撃してこんでいいよ。じゃあ遠くを見つめている。どうした、心が病んでんのかな。まあ元気にやってるよ。いや、なんか現代社会に溢れる自分を見失った人って感じやな。ここにいたくなくて元気でやってるよって言って本当は元気じゃないみたいな。自分で HP 下げてた。なんだ、うん、なんで経験値失うねん。どいたけど、あいつはどいたけど、どっちかな。うわ、フロッキーみたいなやつがもう可視化されてる。急にシンボルエンカウント、今までランダムエンカウントやったのに急にシンボルエンカウントのようになっている。スパイダースイーツ即売会は戻って右側です。雲で作った雲のためのスイーツをどうぞお楽しみください。こいつは何なん。ケロ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 、はあ、悩み事があるんだな。 X を押してスキップができるのね。 X ってどれやろ。うん、どういうこと、よくわからんかった。 F4 を使うとフルスクリーンになるらしいけど、ここはなんか説明してくれるのね。このフロッキーいいやつやな。僕はフルスクリーンでやっています。フロックが4匹じゃないです、パソコンの F4 キーですね。はい、この部屋にカエルが4匹いるところなんて見たことないけどよ。この部屋にいるんでしょ。4匹、3匹や、3匹だった。もう1匹どっかに隠れてんちゃうの。ケロ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 、平和主義だと聞いたけど。はあ、あ、逃がすことができる。とても便利か気に入らないか。便利でしょ。うん、戦いたくないという意味。黄色じゃなくても逃がさなきゃいけない時が来るかも。うん、いや、わからんな。とりあえずなんか下行って右行けって言われたから行ってみた。クモの巣、スパイダースイーツ即売会、全額本物のクモに寄付されます。クモは液中ですからね。ああ、乗せてあげましょう。お、ドーナツをくれた。結構取りますね。ジュースの瓶だけくれたの。あれ、何個でももらえるの。あれ、だからこのでかい方に行ったらジュースの瓶しかくれなくて、こっちは本当にちゃんとおやつのドーナツをくれるっていうことなのね。欲張んなよってことね、これね。
あれみたいですね、なんか浦島太郎みたいな。浦島太郎やったっけ、小さい箱がいいですか大きな箱がいいですかみたいな。浦島太郎ってそんな話やった？まあいいや、小さい箱を選んだ方が当たりが入ってるみたいな。カエルの引数が変わってますけど、1匹減ったんやけど、ドイツが減ったんや。逃がせる説明のやつ気に入らないにしてみよう。いや、黄色い名前をやめないで、黄色い名前はいらない、黄色い名前はやめないで。うん、だから黄色い名前が出るようになったね、逃がせるようになったね。会話をスキップされるやつがいなくなった。これもう一回出て入ったらどうなの。ああ敵が出てきた。わし、なん、ミーゴス、ミーゴス気持ち悪い。ミーゴスチビカビは見逃すことができる。戦うにしちゃったわ。まあいいや。うふん、あはん、我々は軍団だ。あ、やっぱ敵の2人の攻撃が同時に行われてるな。ライムゼリーの匂いが漂っている。まあいいや、ここまで攻撃してもらったから倒してしまおう。まあね、経験値を貯めた方が多分いいだろうから。何これ、何体操してる。悩み一つなさそうだ。どういう顔なんやこいつ、笑顔なんか。ありのままって最高。確かに悩みなさそう。体操してる、ゴキブリが。ゴキブリみたいなのが体操してるだけなんやけど、全然攻撃してこん。ハッピーなやつやね、ハッピーなやつだよ。もう一回出て入ったらどうなるかを見たい。あ、2匹いるな。なんで1匹減っとるんや。プルルル、わわわ、もう電話怖い、電話怖い。おう、全然散らかってなかったけど、あの部屋横長の。お客様、あ、僕のことか。あの部屋何もなかったけどな。何もなかったけどな。拾うものとかなかったけどな。スイッチは一つだけ、一つだけ。この落とし穴に見えるやつの中にスイッチがあるんかな。あ、あそこだな。はい、ここ。ここやと思うけど、一応左側も見ときたいよね。実は2つぐらいスイッチある部屋があるかもしれないけど、やっぱ真ん中の上だけしかスイッチないですね。なんかパズルっていう割に別に簡単ですけどね。さあ、なんかよくわからない水色の物体。あ、これスイッチ押してみないです。ちょっとヒントをまず読みましょう。橋の扉は出口にあらず、入るたびに視点が変わるのみ。橋の扉って何のこと？こっちは別に出口じゃないの？青いスイッチを押すべし。え？青いスイッチなんかないけど。ないけど。あ、ここか。入るたびに視点が変わるってなんの？青いスイッチを押したけど何も起こらなかった？こっちは？行ったら？あー、どっかに青いスイッチが、だから視点が変わってるから、赤の右上の柱の奥に青があるように見えるようになるんじゃない。赤の右上の柱の奥、ここに青いスイッチが隠れてますよってことね。あ、そういうことね。はい、どこかでカチッと音がした。はい、開きました。視点が変わるとはそういうことね。赤いスイッチを押すべし。赤いスイッチはもう普通に見えてる。はい、他のスイッチ押したらどうなんねやろ。あれも何も起こらなかったってなったな、さっき。そういえば緑のスイッチはどこにあるのかな。緑のスイッチはどこにあるかはここで確認しよう。青の左上の後ろね。青の左上の後ろ、青の左上の後ろ、ここ。はい、あ、OK。 うん、順調。
なんかね怖いのよこの赤い落ち葉みたいなやつ。しかもさ、なんなこの十字架みたいな形、なんか嫌やわ。上に行くべきか右に行くべきか、上に行ってみよう。うおー、なんか暗黒の樹木が。なになになに、予定よりずいぶん時間がかかってしまったわ。うわー、バレたバレたバレた、留守番してないのバレた。大丈夫？あ、でも優しい優しいな。驚かせようとしたの？その、これ以上隠しても仕方ないわね。なんなんこいつ怖いって。何この暗黒の樹木。セーブするか。可愛らしい家、どこが可愛らしいね。ホーム、ここホームな。上のあのなんか読みたいんやけど、読めんのこれ。読めなさそうやな。ちょっと、とりあえず右行ってみたいよね。こうなったら上が正解ルートっぽいから。うわあ、急に街が見える。ここテラス的なとこなんかな。なんでナイフ落ちてんの、怖い。おもちゃのナイフ、ああ刺したけど、あのヒュンって引っ込んで、刺したように見えるけど全然刺さってない、あのおもちゃのナイフかな。あの刃の部分がこう絵にシュッて入っていって、そういうやつ。新しい刃がついても枯れて落ちてしまうようだ。すげえやばい木やん。まあ行きますか。いい匂いでしょ。あ、なんか綺麗な家だね。サプライズ、バタースコッチシナモンパイを焼いたの。どっちも使っとるやないか結局。はい、僕はシナモン、バタースコッチを選ぶのにシナモンを選んだのに。バタースコッチが作りたかったんかな、ほんまは。今夜はカタツムリパイは我慢するわ。カタツムリパイなんや。他にも見せたいものがある。え、でも普通にいい絵っぽいぞ。ボロボロの本だ、誰かが繰り返し読んだのだろう。お花、 2010X 年の初めの古いカレンダーだ。は？どこにカレンダーがあんねん。意味わからん。花調べてんのに。ここら辺は調べれるものない。ソファーの向きがトリエルが座るのにちょうど良さそうな大きさ。暑くはなく暖かくて心地よい。手を入れても平気そうだ。マジでやばいやろ。あ、ギターみたいな、これ何、ギターかな、楽器みたいなの置いてあるな。道具の先は危なくないように丸く削られている。全然楽器じゃなかった。これ何、これ何かはよくわからん。なんか道具らしい。歴史書、適当なページを開いて読んでみた。バリアの中に閉じ込められた我々はさらなる攻撃を恐れ退却した。地底の奥深くへと進め、やがて洞窟の行き止まりにたどり着いた。そこを新たなホームタウンとした町の名前はホーム。ここのことね。ネーミングセンスはいまいちだ。確かに、だって普通にある単語やもんな、ホームって。ただの家っていう単語。なぜか有名なメーカーのチョコレートが入っている。明治かな。チョコレート、チョコ、はい、排水口には白い動物の毛が詰まってる。トリエルやないか。毎日ここで髪洗ってんのかな。え、ここで？めっちゃ料理するとこやけど、洗面台として使ってんの？トリエル。ジンジャーブレッドを作るときに使うモンスターの形のクッキー。ジンジャーブレッドって何？あ、これがあれか。バタースコッチシナモンパイ。コンロは汚れていない。魔法で料理をしてる。いや、怖いわ。何魔法で料理って。温まるのには火を使うのね、しっかり。トリエルどこ行ったん？うわあ！近いねん、急に。急に近いから、手引かれてるし。はいはいはい。気に入ってもらえるといいけど、いや、撫でられてる。気持ち悪いな。何か得体の知れないものに触られてる感じで、もう気持ち悪いわ。はい、何？焦げ臭いわね。ああ、焦げたわ。シナモンパイが。下も行きたいよな。うわあ、怖い。うわあ、ああ、連れ戻された。怖い、怖い、怖い、怖い。
あー怖っ。ちょっとセリフ変わってんな。もう一回言ってみようか。隙間風が入るから風邪をひいたら大変。いつかさ、めっちゃ怒って鬼の形相になんじゃないの。埃がひどい。あ、めっちゃバリエーションあるやん。すごい場所やな、ここ。隙間風が吹いてくるし、風も引くし、いいものなんてありませんよ。隙間風で風引くし、埃もあるし、乾燥してるし。上で5本でもめっちゃ連れ戻してくる。怖いわ。何の狙いがあるんや、こいつ。うわ、顔が真顔になってる。いい加減にしないと怒りますよ。怒らそう。怒らせよう。めっちゃ怖いの来るんじゃない？うわぁ！全然怒ってない。全然怒ってない。お庭をお散歩って言われても、お庭ってどこにあんの？ああ、怖い怖い怖い。怒ってる怒ってる。いい加減になさい。本性出てくるんじゃない？そろそろ。うわぁ！もう何も言ってない。本性出てくる。怖い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 。あ、まだ黙ってんな。さっきと一緒やな。ずっとこれ、もう。あ、でも変わらんな。これが限界か。あー、変わらんっぽい。鬼の形相トリエルコンか。あ、来ないっぽいな、これ。あー、変わらんか。これは変わらんのか。急にトイレを襲いかかってきたりするんじゃないかと思ったけどね。見たことのある植物だが名前はわからない。これは調べられない。花の種と折れたクレヨンが入っている。別に取り出すわけではない。あ、鏡。なんか急に鏡とかあったら怖いよな。自分だ。テンション上がってる。自分大好きなんかな、この主人公。見たことのある植物だが名前はわからない。なんか書いてるな、ここドアに。改装中。自分だ自分だ自分だ。ここ鏡に向かって、お前は誰だってこう指差して言い続けたら精神状態がバグるみたいな話を聞いたことがあるけど、なかなか難しいよね。本気でお前は誰だって思いながら言わなあかんからね。もし僕がそれをやるとしても、なんかふざけた気持ちでやってしまうから、お前は誰だって言ってる俺何やってんねやろみたいな、ちょっとこうそれをやってる自分を俯瞰で見てしまうから、多分精神状態がおかしくなるとこまでいかないと思う。トリエルの日記読みましょう。なんかもう赤丸ついてるもんね。めっちゃ重要。日記を読んだ。めっちゃ怖いこと書いてあるかもしれんよ、これ。スケルトンはどうして友達が欲しかった。スケルトンって誰ですか。寂しさが骨身に染みたから。スケルトンだから。はい。ダジャレ、うわ、高度やな。なかなか高度なダジャレやし、しかも用できたやつに丸つけてんのか。一緒かな。あ、一緒やな。分かってもらえへんやろ、このダジャレ。いや、この部屋、なんかその、この赤の丸と黄色い花だけがこう、色が目立ってますね。他全体的に青い感じやのに。地下に生息する植物の図鑑。ガマ。水辺に群生する皮脂植物。円柱型の茶色い方をつける。その形状から、ウォーターソーセージという愛称でも知られる。あ、大体一緒なんかな。あ、一緒だな。はい。引き出し。変態！あ、靴下が良かったね。パンツじゃなくて。ダブルサイズよりも大きいベッドだ。トリエルでかいからな。一人でこれで寝て、ようやく人間のシングルベッドぐらいになるんじゃないですか。サボテン、ツンデレ属性の植物だ。そんな属性はない。ごく普通のバケツ。カタツムリが入ってる。カタツムリパイがどうこうとか言ってたもんな、さっき。カタツムリ食うんか、もしかして。トリエル。この植物はなぜか調べられない。うん。この部屋も特に何もない。ここは鏡ではないのね。しかも調べることもできん。うわ、赤い部屋。赤い部屋と青い部屋があるな。でもこの赤い部屋はさっきの青い部屋みたいに、
他に目立つところは別にないね。あ、何も調べられん感じ。空っぽの写真立てだ。かなり埃をかぶってる。なんか闇を感じるな。なんか箱の中にいろんなサイズの靴がたくさん入ってる。なんで？いろんなサイズはおかしいやろ。トリエルサイズの靴がいっぱい入ってるならわかるけど、うわっ！電気が消えた。あ、寝れた。うわっ！パイが。ごめんよ、何も言わずに勝手に寝ちゃって。もう一回寝よう。あ？あ、もうさすがに置いてくれない。はい。電気つけた状態でも、あ、寝れるんよね。あ、電気消しに来てくれてる。様子を見に来てくれてるんや。おもちゃがたくさん、全く興味をそそられない。まあ、ある程度大人なんかな、この主人公は。いや、トリエルは一体、何なの？こっちとおるかな、トリエル。あ、おったおった。あ、読書してる。ごめんよ。パイ作ってくれたのにさ、勝手に人の部屋で寝て。うん。家族にしようとしてるやん。いや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 。ちょっと怖いんやけど、それはそれで。なんか優しさが怖い。何その優しさ。誰なん、お前。あ、そうなん？いや、なんかね、猟奇的な何かを感じるんやけどな。とにかくの時の顔、何お前。それ、口歪んでるよ。暮らせて、いつ家に帰れる？これ言ったら怒りそう。え？いや、やっぱ怖いよ、なんか、やばいってこいつ。勝手にさ、引き連れてきて、家族、ここがあなたの今日からお家よ、みたいな。やばいやん。遺跡から出たい。ああ、自分のフィールドに持ち込もうとしてくる。知らんわ、そんなこと。遺跡から出たい。ここで待っていなさい。何する気や、何する気や。出れへんようにするんじゃない。どこ行った？あいつ怖い、あいつ怖い。あいつ怖いよ。ん？布団かぶせてくれてない。さっきかぶせてくれてたよな。しかも電気は消しに来てくれてるけど。ちょっと遺跡から出たいばっかり言うから気に入らんかったんかな。そういうちょっとの変化がめっちゃ怖いんやけど。改装中の部屋もめっちゃ怖いけど。なんであんなとこに鏡つけてんねん。鏡置く場所おかしない？怖い怖い怖い。いろいろ怖い。どこ行ったの、トリエル。あ、出てきた。どこ行ったんやろ。こっちかな。もうだって右の部屋におらんかった。改装中って書いてる部屋の中におる可能性もあるよな。出ようとしたらどうなんやろ。またうわっ、おった。うんうんうん。こっからお前とはもう離れたいんですけど。その向こうは地底の世界。一度出たらもうなかなか、あ、もう中へ戻れません。ほらー、やばいって。監禁状態にしようとしてる。もう二度と誰もここからいなくならないように。いい子だからお部屋に戻っていなさい。戻るか、そんなん言われて。怖い怖い怖い。顔が怖いよ、顔が怖いよ。ここへ来て、ここを出て行って、そして死んでしまう。アズゴア。いや、お前なんかほんまに僕を守ろうとしてくれてるようにも感じつつある。止めても無駄よ。これが最後の警告です。
いやでもあいつ自身がアズゴアっていう可能性もあるよな。電話しよう。プルルルー、誰も出ない。あ出てくれなくなった。あいつ名前なんて言うんだっけ、エルトナやったっけ。アズゴア、出口を壊すって言われてもどうやって壊すんやろ。出口を、その扉壊したらだってさ、そこ開くやん、扉が。鍵を閉めますとかじゃないのね。うん、同じです、同じ。誰もお前のその強引に家族にしてくるやつにさ従わへんよ。残る手段は一つしかない。私を納得させてごらんなさい。強さを証明。こいつと戦うんか。はい、あ、エルトナじゃなくてトリエルやった。エルトナって何やったっけ。トリエルに行く手を塞がれた。行動、うん、あ、戦うしか選ばれへんな。いや強いぞ。いや避けれない、むずい。トリエルは態度がよそよそしい。あ、行動分析、話す。分析って何。これはあなたを守るため。攻撃力80、ディフェンス80。これをすると一旦使う。避けれんわそれ。あ、いっぱいあるな。なんかおもちゃのナイフ装備した。これは避けたい避けたい避け、いやむずい。トリエル強ない。トリエルは強すぎる。なんで目合わせくれへんねんこいつ。まあでもちょっと強そうなものを装備したので攻撃力上がったんじゃない。ちょっと早いな、おもちゃのナイフの方が早い。避けれた、避けれてもまだこれを避けつ、オッケー、避けれた。目を合わせようとしない。回復できるやつないの。なんかさ、たまに戦うしか選ばれへん時とアイテムとか、じゃあトリエルを選んで、あ、なに、あ、はいなんで急に左から右になるのよ。あ、やばい、攻撃食らった。この横に選べるとき選ばれへんときの違いは何なんや。あ、戦うを先に選んでしまってんのか。戦うを選んだ後に横に行動アイテムを選ぼうとするからダメ。オッケーオッケー。スパイダードーナツで回復、オッケーオッケーオッケー。やっぱ回復アイテムやった。なんか縦に長いな。ちょ、避けれるわけないこんなん。誰が避けれんねんそれ。魔法攻撃を準備している。スパイダーサイダーは、あ、満タンになった。めっちゃいいアイテムやった。避けれるわけないって。無理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 。目を合わせようとしない。ちょっと戦うか。はい、攻撃力が高いやつは多分右から行くのか左からあの棒が来るのかとか速度がちょっといろいろランダムなのね多分。だから真ん中に合わせるのが難しくなっていくんでしょう。強い武器ほど目を合わせようとしない。うん、まあとりあえずそろそろバタースコッチパイ、トリエルが作ってくれたやつね。これ食ったらどうなんのやろ。ちょっと怖い。回復ならいいけど、なんかやばいもん入れられてる可能性もあるよな。オッケー、避けれた。魔法攻撃を準備しているってずっと準備してるやん。はい、これはやばいやばい。避けれる？あ、避けて避けて。オッケー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 。態度が良さそうし。あ、でもなんか初めは絶望的な感じだと思ってたけど意外といけるかもしれん。はい、倒せるような気がしてきた。危ない危ない。オッケーオッケーオッケー。魔法攻撃なんなん？それ魔法攻撃なん？ああ、当たっちゃった。なんなん魔法攻撃を準備してるって。まだ大丈夫かな、戦う。はい、ど真ん中。うわわわわ、急にダメージめっちゃでかいの入るやん。何？ど真ん中やったから。思ったより強いのね。いいこと。この扉を抜けたらそのままずっと歩いていきなさい。やがて出口が見えてくるはずよ。アズゴアに魂を奪われないで、彼の思い通りにさせてはなりません。怖い怖い怖い。どっちにしろ怖いわ。なんかもう何、うわ、え、は？診断？
診断？何やったっけあいつの名前。あ、おらんくなった。これ戻ったらどうなんねやろ。いやー、なんか優しかったけど怖かった。いや、わけわからんな。なんか優しい人やったんかもしれないよね。いや、でも怖いよな、いきなり家族とか言って。もしかしたらさ、この辺行ったらおるかもしれへんで。さすがにそれはない。あ、僕の分や、僕の分のパイ。恐ろしくて食べる気にならない。いや、でも恐ろしいは恐ろしい。変なもんが入ってるかもしれん。食ったらどうなんねやろ、バタースコッチパイって。満タンになった。あー、そうなんか。別に悪いものではなかったんか。とりあえずじゃあ今回はここでセーブして終わりにしたいと思います。なんかもうずっとなんかハラハラしてるんですけど、はい、また次回もよろしくお願いします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。